全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前は大木戸じゃ。今回は前回やったミラクル交換ゴミポケ御三家が来るたんびにポケモンカード6パック開封罰ゲーム、今回はそのポケモン開封動画を撮っていこうと思うんじゃが、用意できたパックが人雷スパークとあとフェアリーライズじゃな。最新弾は人気すぎて買えなかった。クソ腹立つんだよな。今回はとりあえず54パック開封罰ゲームだったんじゃが、もうめんどくさいんで60パック開けていこうと思うぞ。開けるとこんな感じになっとるんじゃの。まずは人雷スパークから5パックずつどんどん開封していくぞ。ということで最初の5パック、歯ぎしりポケモン、ゴーカート、ディグダ、そしてスイくん、いてつく水流、レアスイくんじゃな。で、マグマッグ、こうムカつくよな。前回、これの進化の GX、スーパーレアだったからな。マジ腹立つ。パチリス、観光客、アシレールちゃん、かわいいの。カウンターゲイン、カヒリ、プロゴルファーカヒリじゃな。イワーク、ケムシポケモン、カケクー、キャプコケコじゃぞ。ひるがえしてゆく、スーパーポケモン回収、シシコ、ゴーカートかぶり、シママ、ハグネイル、ゼブライキング、で、一周じゃな。最初の5パックは、レアがカップコケコとスイくんじゃな。どっちも好き。続いて5パック。ディグダ、イワーク、ミックスハーブ、ファイヤー。なんか先日のファイヤーデイ寝坊してファイヤー1体しかゲットできなかったからの。シママ、ケムシ、歯ぎしり、コケコーかぶっていく。ユニットエネルギー。観光客、マグマッグ、アシレーヌめちゃくちゃ被るな、ハイパーボール、カスタムキャッチング、座布団1枚、ブラダリさんの奥さんじゃな、カップブルル、ラプラス、あの、坊ちゃんのパクリポケモン、メークル、カメレオン、毒ケイリング、こだわりきハチマキ、で、一周じゃな。今回のレアカードは、カップブルルとカップコケコじゃな。カップコケコはしっかりと被っていくんじゃの。さあ、続いての5バック。キムタクトリオ、エレブ、アシャマン、アシャ、アシャー。お、PR のメタモンじゃな。これ持ってなかったから嬉しいの。ポケモンキャッチャー、おしゃまり、前回も男に媚び売ってるおしゃまりとか言ったな。ミックスハーブ、メークル、エレキブル、ジャッジ、マユルド、プロゴルファー、アントマン、あ、うーわー、これ SR でしょ。うわうわうわ、ビリシン、お前さ、ウルトラワープライドの時もわしに牙を剥いて、今回もわしに牙を剥くのか？おめえじゃねえんだよな、ビリシオンな。まあ嬉しいけど、かっこいいし、なあ。ユニットエネルギー、あ、シシコ、マギアナ、コバルオン。これレアカードじゃな。ハイパーボール、カスタムキャッチャー、はい、座布団、カメレオン、ツンデレベア、こだわりハチマキ。ということで一周じゃな。このパックで当たってたレアカードはコバルオンと、そして SR ビリジオンとメタモンじゃな。いつになったらゼラオラが当たるんじゃろうな。こっからは被ってるポケモンはどんどんカットしていくからな。よろしく頼むぞ。ゲノセクト GX じゃぞ。ダブルレアのゲノセクトが当たったみたいじゃの。エレキパワー、ダブル無色エネルギー、アシャマン、アシャマン、そしてホワイトキュレム。ということで今回のパックのレアカードはゲノセクト、ダブルレアのゲノセクトとホワイトキュレムじゃな。いやー、ゼロオラ全然出ないの。もしかして
わしにゼラオラを持つ資格はないのかな。さあ5パックさらにやっていくぞ。ほとんどかぶりじゃな、カプブルル。いやさすがにここまで来るともうかぶりしかないな。マユルド、ディアルギング。もうツボツボはまだ引いてなかったな。そしてハイパーボールで終了。今回当たったレアカードはディアルガとカプブルルじゃな。マジでかぶってる。なんかね、最初の5パック開封したと思ったらなんか4パックしか開封してなくて、6パックあるからこれ一気に開封するぞ。ということでラスト6パックいくぞ。シママ、あ、またビリジオン来たのお前。ビリジオン GX デッキ組むぞこらお前。このエレブは引いてなかったかな。お、ビクティニマッギョ。お、ヒードランじゃな。うん、ヒードランマジムカつくんだよなこいつ。ずっと風船で浮き上がってよ。パチリス、ディグダ、コバルオンかぶっていく。エレブ、クソ萎えるんじゃが。お前さ、どんだけ前回に引き続き出てくんだお前。目玉くり抜いて焼いてお前カタツムリ料理にして食ってやろうか。今回引いたレアカードがマグカルゴ GX ダブルレア、コバルオン、ヒードラン、そしてビリジオン GX ダブルレアじゃな。お前ら2体どんだけ出んだよ。つうかさ、ゼラオラはいつになったら出てくんだよ。ぶち殺すぞお前。前回のね、ジェンダイスパーク開封でこの2体に悩まされたんだよ。で今回もこのな2体に悩まされてんだよ。もうデッキ組むぞこらお前。ということでジェンダイスパークは終了。続いてフェアリーライズ、こっちはわし初めて開くパックじゃから楽しみじゃの。最初の5パック目いくぞ。カクレオン、クマのプーさん、ランプラ、ゼルネアス。いいね、速攻でゼルネアス引いていく。しかも PR じゃからな。アギハント、ヤミラミ、テッカニ、プップリン、フェリーチャーム、メロエッタ、ハチミツプーさん、ヨネズケンシさん、ケムシ、ギラティナ、かっこいいのギラティナな、モジャンボ、デスマス、プーさんかぶってゆく、ひと文字、フェリーチャーム、プクリン、川の中の石、ひと文字、キルリア、プクリン、松葉、ということで一周じゃな。このパック可愛いポケモンいっぱい入ってるの。さすがフェアリーライズじゃな。今回当たったレアカードはギラティナとゼルネアスじゃぞ。さあ10パック目いくぞ。デデンネ、アローラロコン、土人、シェイミ、呪いの札、ケムシ、アローラロコンかぶっていく、カラサリス、キャプテデフ。テデフたぞ可愛いの。なんでこんなに可愛いんじゃ。萌え萌えキュン、呪いのお札、カメレオン、ヨネズケンシ、モンジャラ、デスカン。祭り方そう可愛いな。はい、アブ、テッカニ、ネマッシュ、そしてシェイミがかぶっていく、アブリボン、キモイ、プリン、ヤミラミ、フェアリーチャーム、モジャンボ。ということで一周じゃな。ということで今回当たったレアカードは、モエモエカプテデフと、シェイミが2枚じゃの。いきなりレアカードがぶちこりとかぶってしまったぞ。さあどんどん開封していくぞ。マシェード、モンジャラ、アブリ、あ SR 松葉。これどうなの、なんかもうトレーナーのさ SR って価値上がりやすいイメージあるんじゃが、でもこう松葉はどうなんじゃ。でもやっぱりかなりにわかな発言なんじゃが、やっぱりポケモンが欲しかったの。アブリボン、デスマス、土人、ネマッシュ、カプレヒレ。お姉さんって感じ、バルミを感じちゃうね。フェアリーチャーム、キモイ、冒険のカバン、一瞬マッキョかと思ったぞ。カラサリス、ジュプトル、ネットボール、デデンネ、
土に川の中のデスカン、そして松葉、三葉に米津玄師、ケムシサーナイト。いや、このバッグいいな。このバッグ好き。うん、かわいいかわいい。サーナイトタサとかカプテルフタサとかな。うん、カプレヒレタサとかいろいろ出てくるから好き。うん、このバッグ一生買ってたいな。アブリーと、あ、もう一周してたわ。ということで今回このパックに入ってたのは、カプレヒレと SR 松葉じゃな。うん、松葉の価値はどのぐらいなのかわからんが、こっから被ったポケモンはどんどんカットしていくぞ。アローラロくん、うん、バブルヒレ被っていくんじゃの。バブみ感じてゆく。アゲハントはまだ引いてないんじゃないか。ででんね、うん、アローラキューコン GX、 ダブルレアのアローラキューコンじゃな。そしてネットボールで、一周と。ほとんどかぶりじゃったな。さあラスト10パックじゃからな。いくぞ。まあこの辺はほとんどかぶりじゃな。うん、あシンボラ GX、 ダブルレアのシンボラなんじゃが、なんかわしこういうさ、純伝説とか伝説じゃないポケモンのダブルレアに愛されてないか。まあビリジオンとかはまあ純伝だけどさ、なんかおかしくね。結構へこんでる。そしてプリンからのシャンデラじゃな。やばいな、わしポケモンカード向いてないかもしれないのな。シンボラ GX の、なんなんじゃ。ということでラストやってくぞ。デスマス、お、燃えてデフじゃな。あ、かわいいの、燃え燃えキュン。鉄火に闇ラミ、おー、ちっちゃいミミック GX じゃの。なんかやっとフェアリーライズのあたりっぽいの来たわ。マッキョカバン、ラルトス、そしてギラティナとフェアリーチャームで、これで一周じゃな。この5パックに入ってたのはミミッキュ GX、 ダブルレアとギラティナと燃えてデフじゃな。ああ、ミミッキュ当てられてよかった。うん、フェアリーライズ一箱開けて当たったレアカードがこんな感じになってるぞ。うん、これな、松葉がどのぐらい価値あるのか調べてみないとわかんないけど、女の子とかのこれな、SR とかめちゃくちゃ価値高いんじゃろ。松葉、お前はどうなんじゃ。ということで本日は、罰ゲーム企画ポケモンカード開封、ご視聴いただきありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。